インボイス制度、始まってますかインボイス制度に密接に関係しているのが、まあ、いわゆる消費税なんですけども、消費税ってね、商品価格の上に10%ポンと乗るもんだというふうに多くの方は勘違いしてるんですが、実はね、消費税ってのは、事業者に対して請求されてる税金なんですよね。つまり、直接税らしいんですよ。だからね、税金のこともね、 うまーく誤解するように伝えている財務省っていうのがあるわけですよ。で、国会答弁の面白いのは、その辺の矛盾をついてですね、現地を取りまくっていくことによって、なんか詰将棋のように結論が導き出されること。逆に言うと、そこまでしないと本音を語ってくれなくって、世の中の勘違いをそのまま放置して、あふくぜにを得てる人がいるっていう仕組みなんですよね。いや、なんともずるい話だなと思いますよ。えー、つまりですね、事業者に対して、 税金を払えというふうに請求されてるんですよね。で、事業者っていうのは、それを計算して、じゃあ、あの商品価格の上に、消費税ですよと、外税ですよっていうふうに、プラス10%っていうふうに表示するわけなんですよ。そうすると、100万円の商品を売った時に、余計に10%くださいっていう請求をして、で、消費者もね、消費税ってついてるものですから、あ、消費者が負担するものなんだっていうふうに勘違いして、お支払いすると。まあ、それにだんだん慣れていったわけなんですけども、そもそも、 消費者が払う必要はないということがここで分かるわけなんですよ。いや結局は商品の中に消費税を払うべき利益ってのを乗っけてるんで、うん、まあ消費者が払うといえば払っているような性質なんだろうと思いますけどもそれも財務省が言っていてですね結局は消費者に請求するのが望ましいとかですね消費者から預かっているような性質を持っているみたいな答弁をこの、ね、23日前に国会でされてるのを見て いやーということは、のようなものってことは違うんだなということを明確に言ってるのと同じでね、そこを、お令和新選組の高井亮さんが明確に突っ込んでですね、現地を取って、いやー、痛快だなと思いました。つまり、インボイス制度っていうのは、液税ってものがないってことを証明したんですよ。液税ってのはどういうことかっていうと、事業者が消費税を商品価格の上にプラス10%乗っけてるっていう形を取って、消費者さんから消費税に支払うべきお金を、 別にに集めめててそれを納めずに済ませるっていう形なんですよねでもそもそもこれは事業者さんの不正ななわけんんですよ事業者さんっていうのは消費税を商品の価格にプラス10%とするんじゃなくて商品価格を提示していてそして決済の段階で最終的な決算の段階で売上に対しての10%を求めあの国によってピンハネされるんでそれを払うっていう性質のものなんですよね。 まあだからそれをわざわざ消費税をプラス10%くださいよって表示すること自体がおかしいということなんですよ。そもそも商品にはいろんな税金がかかってきますけども、なんでね、消費税をわざわざ消費税ですよ、プラス10%ですよって表記しなくちゃいけないんですかってことになるわけですよ。考えてみたらおかしな話ですよね。いろんな税金があるから、じゃあ消費税以外にもこの税金がありますよって書いてますかってことなんですよ。つまりここがまあ消費税の闇なんですよ。 消費税っていうのは、そもそも消費税っていう名前を取るべきではなかったのに勘違いさせるために消費税という名前をつけてね。プラス、その消費税っていうものの文言を読んでみると、消費者が負担するべきものっていうのは全く書いてないんですよ。つうか、消費者という言葉すら出てきてないんですよ。つまりはこれ、事業者に対しての直接税、第二法人税なんですよね。だから法人税の二重取りをしてるっていうことをね、えー、まあ明確に指摘してくださってね、今回ね。うん、なかなか国会も面白いですよ。 だからやっぱね、今までと同じようにやろうとしている人にとってみては、何も気づかずにぼーっと過ごすだけなんですけども、ただやっぱりね、あのもっと真剣に物事を解釈したいなっていうふうにあの、まともに頭を働かしている人から見ると、まだまだ改善の余地があると。で、時代に合わせて、ね、変えていかないところもあるっていうことなのかなと思うんですよ。まさにね、まあ、オンライン出席っていうのがありますけども、懲罰委員会、この前見ましたよ、ほんと。 鈴木宗男さんがね鈴木宗男さんちなみに前科者なんですけどもあの人は懲罰委員長なんですよお前を懲罰したいよみたいな感じですけどね <laughs> で懲罰委員会を開催して開催の宣言をしてで何か意見ありますかっつったら何もない誰も発言もしないだからそのままじゃあ閉会しますみたいな感じで終わるんですよ何のために集まったんやとで懲罰委員会を集会集めるためには文章とかこの連絡とかねメールで送ってるわけなんですよ直接会って今度懲罰委員会がありますからねって言ってるわけじゃないんですよ うん、だからそういうところでねますよ、ねうんまあでも懲罰委員会ってあの同じ NHK 党の浜田ちさ,さんが出ればなんか断れるみたいですけどもね、まあ、そういうふうに代理出席をすればいいのかなというところもありますけどもさあ果たしてどうなっていくでしょうか国会、うん、やっぱ面白いですねいってらっしゃい。